こんにちは、世界のニュースチャンネルです。今回は2018年ワールドカップ予想についてです。以下引用。5月15日、AFP、2018年サッカー W 杯ロシア大会の開幕までおよそあと1ヶ月となった。AFP は W 杯過去20大会のうち、合計13大会を制している強豪5カ国の現状をまとめた。ドイツ、前回王者ドイツでは、守護神マヌエル・ノイアーの状態が戻らず、大会へ向けた準備に不安が生じている。32歳のノイアーは昨年9月に足を骨折して以来、実戦から遠ざかっており、本人も、実戦感覚がないまま、あれだけの大会に出るのは想像できない、と認めている。普通に考えれば、スペイン1部リーグの FC バルセロナで素晴らしいシーズンを送ったマルク・アンドレ・テル・ステーゲンがロシアで正守護神を務めると思われる。ドイツのヨアヒム・レーブ監督は、2014年ブラジル大会、を制した中核メンバーにヨシュア・キミッチ、ヤレオン・ゴレツカ、ティモ・エルナーらを組み込むと見られ、マルコ・ロイスの選出は今回もコンディション次第となる。欧州予選は連勝で突破したドイツだが、その後はイングランド、フランス、スペイン、ブラジルとの親善試合で2勝利が続いた。それでもドイツはFIFAランキング1位のチームで、本大会での強さはほぼ疑いようがない。ブラジル、前回大会のブラジルは、国中の希望を一身に背負ったエースのネイマールが腰を痛めて欠場した準決勝でドイツに1-7の屈辱的な大敗を喫した。それから4年、ブラジル国民はまたしても、2月に足を骨折してリハビリ中のエースの動向に冷や汗を流している。フランスリーグ1のパリ・サンジェルマンでネイマールとチームメイトのダニエル・アルベスが膝の怪我で W 杯欠場が決まったのも大きな痛手だが、それでもキッチ監督が率いる現チームは、4年前よりもはるかに状態は良いように見える。南米予選を難なく首位で通過したブラジルの選手層は厚くなっている。グループリーグの組み合わせにも恵まれており、ブラジルの通算6回目の W 杯制覇は十分に考えられる。スペイン、ビセンテ・デル・ロスが、元監督が指揮を取ったブラジル大会、そして欧州選手権2016と主要国際大会では2大会連続で不甲斐ない結果に終わったスペインだが、後任のフレン・ロペテギ監督の下でチームは再び上昇気流に乗っている。ロペテギ監督就任後、チームは未だに負けなしで、予選は勝ち点をわずかに2ポイント落としただけでグループ首位通過を果たした。今年3月の親善試合ではアルゼンチンを6-1で粉砕している。セルヒオ・ラモス、ゲラール・ピケ、そして守護神ダビドでヘアで構成する守備のトライアングルは現役最高峰で、ダビド・シルバやイスコら中盤の選手の流れるようなプレーも止めるのは難しい。そして、アンドレス・イニエスタも健在だ。ロペテギ監督は先日、国際サッカー連盟、FIFA のウェブサイトで、彼がこれだけ好調を維持しているのは嬉しいし、W 杯でも質の高いプレーを続けてくれると思うとワクワクする、と話している。フランス、2016年に行われた母国開催の欧州選手権で、フランスは決勝で延長戦の末にポルトガルに敗れ、優勝にあと一歩届かなかった。ディディエ・デシャン監督の手元には十分な駒が揃っており、指揮官にかかるタイトル獲得への重圧は高まっている。チームは予選を突破したものの、ホームで無得点引き分けに終わったルクセンブルク戦など物足りない内容の試合もあり、デシャン監督の手腕を疑問視する解説者もいる。そうした声を黙らせるためにも、デシャン監督は選手の力を最大限に活かせるシステムを見つけなくてはならない。前線ではアントワーヌ・グリーズマンが中心だが、従来のキリアン・エムバペも注目選手の一人。もちろんポール・ポグバも、真の意味でスターダムに上がるには W 杯での活躍が欠かせない。アルゼンチン、前回大会で準優勝に終わったアルゼンチンのリオネル・メッシにとって、ロシア大会は W 杯のトロフィーを手に入れる最後にして最大のチャンスになる。しかし、アルゼンチンは予選で大苦戦を強いられ、最後のエクアドル戦でメッシが起死回生のハットトリックを決めてなんとかチームをロシアに導くような状態だった。チームではメッシ以外の選手の存在感が乏しくなっており、ホルヘ・サンパオリ監督は先日、メッシがチームを背負って立つ選手だ、と公言した。それでも、セルヒオ・アグエロやパウ・オリバラをはじめ、アルゼンチンには紛れもない実力者が数多くいる。そうした選手の力をサンパオリ監督が引き出せなければ、チームがトーナメントを勝ち上がっていくのは難しい。C、AFP、アンドライ、スコット。ご視聴ありがとうございます。毎日配信していきますのでぜひ、
チャンネル登録よろしくお願いします。